はいどうもこんにちは、Gです。ということで今日はですね、最新シリーズ2人目ですかね、福谷投手を使ってみようと思います。前のシリーズからですね、かなり強化されていまして、球威制球ともにアップしていて、どっちも狙えるというところで、リーグ勢の方なんかは結構中日枠で使う方も増えるんじゃないかなと思っております。で、球種もですね、全体的に強化されていて、縦スラとツーシームの変化量が上がっていたり、プラスフォークも追加されています。結構最近僕のトレンドがですね、縦スラで、配球に困った時に使うっていうのが増えていて、ツーシームをゾーンに入れるなら縦スラを使った方がいいんじゃないかなっていうくらい、信頼している球種で、他の投手で言うならモイネロなんかマジで強いですよね。タイピンが出たら本当に最強クラスだと思っていて、やっぱり今の環境ってツーシームっていう感じになりがちじゃないですか。例えば千賀さんとか有原投手とか、普通にツーシームを使うと打たれるんですよね。もちろん強い球種ではあるんですけど、その分縦スラが読まれにくいというか、急に投げると結構打ち損してくれるんですよ。やっぱりツーシームフォークとかツーシームスプリットを狙うんで、みんなそこで裏を変えて縦スラっていう感じですかね。これはあくまでこう僕の感覚なんで、リアタイ勢の方全員ではないと思うんですが、基本的に落ちる系のボールが最近僕は好きですね。そして福谷投手はですね、超タイピンチも持ってるんで、縦スラがですね、ピンク色ですね、変化量6まで上がります。なんで今日の動画ではですね、先発で使ってるんですが、理想はやっぱり中継ぎで使って、得点圏にランナーがいる状況で福谷投手を使うっていうのが、やっぱり一番理想だなと思います。はい、そんなところで、育成はですね、 A ランクがいなかったんで超ゼロなんですが、特訓はマックスと、一応これはですね、幻突なしの時のスピリッツなんで参考にしていただければなと思います。ってことで、ランク戦行こうと思うんですが、時系列がですね、ちょっと少し前になっていて、新シリーズ一発目の動画となっております。それでは行きましょう。さあ、オーダーはこんな感じなんですが、お相手の方、これは広島純正だ。 お願いします。めちゃめちゃかっこいい。すげえすげえ。なるほど。で、ジョンソンか。ジョンソンは何でしたっけ、スパイクカーブ。あ、そうですね、スパイクカーブにカット、高速スクリュー、チェンジアップ。なるほど。ゆっくりボール見つつやっていきましょう。てか球場の芝の感じがですね、この球場は変わってないのかな。いろいろなんかアップデートがあるらしいですね。いやー、アウト。なるほど。これ気をつけるべきはやっぱスパイクカーブかなと。このボールですね、これに気をつけていきたいなと思います。スピリッツはそんなに負けてないんで、なんとかやれるかなと思います。スパイクカーブと、あとは高速スクリューかな。そこがちょっと打ちにくそうなんで、よっ、引っ張っちゃった。ツーアウト。なんか応援歌入ってないな。またこれ、また不具合だ。なんかサブアカの方と干渉してるっていうのかな、なんかそんな感じになっちゃう。ヒット1本も打てなかったですね。じゃあ、まずですね、ツーシームの使い方が本当難しいんですけど、僕は軸にしようかなと思うのは縦スラ、このボールですね。普通に投げるとやっぱ打たれるかなと思うんで、こういうストレートとかも必要ですね。で、あとはですね、アウトコース、モサの方もですね、相当ここのアウトコースの縦スラめっちゃ投げるんですよ。こういうボール球とか、あとはストライクでもいいかな。これ素高があったらね、もうちょい使いやすいかなと思ったんですけど、でもツーシーム D なんで、使いやすいかなと。インコースのスライダー見せておきながら、フォークがね、フォークも一応投げておきますか。アウトコースで普通に入れに行こうかなと思います。OK。ちょっとフォークの変化量が低いんで、フォーク使うよりもやっぱ縦スラっていう感じになっちゃうかなと。で、このボールもう一回いきますね。これマジでね、超高速、ランク戦でもいいと思うんですけど、めちゃめちゃ振ってくれます。今のもね、ボール球振ってくれたっていう感じなんですが、ツーシーム、お相手の方のこう反応を見ながらですね、こういうインコースのツーシームも普通に投げます。はい、いいっすね、 D で。タイピンはここは出てないと。配球的にはこういうことっすよね。めちゃめちゃ振ってくれてるボールを投げると。あとはね、このインハイのボール球のストレート、これね、ちょっと今外れすぎましたけど、あれ見せることによって僕すげえ打ちづらくなるんで、最近結構投げてますね。はい、 OK。 そんな感じで、配球の幅はそんな広くないんで、やっぱ中継ぎで使うのが一番かなと思います。タイピンで、得点圏にランナーがいるところで、使うとかですね。やーべー、セーフ。パワヒの選手を、城島さんは1番なんですが、ちょい下げました。やっぱアーティストの選手の打席を増やしたいなっていうので、いやー、これいけるかな。 OKOKOK、 とりあえず満塁ですね。やべー、心配になってきた。大丈夫か、8点いけんのか。これ狙いに行きますよ、ちゃんと。これがね、打ちにくい。
すごい嫌だ。ああいう球種苦手ですね。いやー、チャンテが流れてるはずなんだけどな、本当はここで。山内さんチャンテでしたっけ？ですよね、確か設定が。へい、ちょっとゴロにしかなってないぞ。中地とあとは誰ですかね。てか市岡さん来た。 OK、 タイピンなし。市岡さんはまあパワーフォーク持ってるんで、まあ、そのパワーフォークが上から投げても変化量が変わらないっていうフォークなんですよ。めっちゃ強いですよこれ、まあ、上沢投手のフォークみたいなもんですね。はい、市岡投手の配球はまあそうだな、まあ、タイピン出ないとどうしようもならないかなっていう感じです。どうしようもならないっていうか、ちょっとすみません言葉悪かった。あの配球が難しくなるっていう感じです。いや僕もね市岡投手使うんですけど、割とねタイピンが出ないと本当に。あー、ナイスバッテー、オッケー、満塁弾、グランドスラム、やった、いいね。なんか GSC のおかげでグランドスラムって言葉がすげえ好きになりました。はい、あと3点。いや狙いすました、素晴らしいホームランだった。はや、あーファールかと思った。やべえ、ツーアウト。2021シリーズ、新シリーズの開幕の1戦目、ちょっとコールドじゃない、強制で決めたいんですけど、いけるかな。オッケーオッケー、よく見た、よく見た、今のうまい。うまいですよね。はい、いや別にうまくはない。オッケー、ナイスバッティング。いやていうかやっぱですね、前の、まあ、ランク戦の、シーズンかはですね、まあ、最後のシーズンは通算で6割残せなかったんですよ。やっぱ調子落としてたんで、それは今年の目標にしたいなと。あと1点、フランスアーか。フランスアーってツーシームあったっけな。あ、極み、さすがに強い。スライダーツーシームね。 OK 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 で、チェンジアップでしょ。よし、あ、ここ、いや、ストライク来たら振りに行きます。おっ、よっしゃ。ありがとうございました。2021新シリーズ強制です。ありがとうございました。